はい、こんにちは、くもさんです。青島さんのね、ミリタリーモデルキットシリーズナンバー8、ね、72分の1、航空自衛隊パトリオットパック3発射機ということでね、これをね、続きやっていきたいと思います。前回ね、困ったと。困ったということでね、ちょっとネタな感じでね、コマさんが、ちょっとネタすぎましたね。はい、やらせていただいたんですけど、困ったというね、ネタでやらせていただいたんですけど、たくさんね、温かいコメントいただきまして、本気で心配していただいている方とかね、おられたかもしれないですけどね、大丈夫ですよ。はい、トラックということでね、やっていきたいと思うんですけど、コメントね、たくさんいただきました。これについてはね、ゆくゆくね、じわっと説明していこうかなと思ってたんですけど、もう今回ね、やっちゃいます。ネタがね、あまりにね、極端すぎてね、ご承知の方はね、わかるんで、ね、コムさんのこの、ちょっとね、ネタやったので、反応していただけると思うんですけど、新しい視聴者の方でね、コムさんの新しい視聴者の方で、ね、全然事情が分かっておられない方というかな、ご承知じゃない方もおられるわけでね、その方たちはね、どうも分かっていただけないだろうなという、分かるはずがないね、これちょっとあかんな、このネタしたらと思いつつあれやったんですね、困ったっていうやつね。はい、ごめんなさいね。2回目以降でね、説明したら分かっていただけるだろうかなと思って、やっちゃいましたね、ネタはね。コムさんワールドということで、ごめんなさいね、ご了承ください。温かい目でね。はい。コメントね、いただきました。ご承知の方はね、あれやろっていうことでね、コメントいただきましたけどね。もう先にね、ネタばらしというか、これね、ご本人さんに別に頼まれたわけでも何でもないんですけど、広島にね、お住まいの、有名 YouTuber さんね、竹島智之さん、知ってる方はね、もう、ああ、知ってるよっていう感じだと思うんですけど、竹島智之さんっていうね、YouTuber の方、動画配信ね、プラモデルの動画配信されておりま、されてますが、その方がね、夏、8月やったと思うんですけど、その、詳しくはね、コムさんがここでね、詳しくそんな話をする権限も何もないので、詳しくはその竹島智之さんの方をね、検索していただいてというか、動画の方を見ていただいてね、また以前にね、説明しておられるんですけど、また近づくにつれてね、説明あると思うんですけど、そちらの方をね、詳しく説明聞いていただいたらなと思います。で、竹島さん曰く、自分がトラックやったら、トラックだっていう分にはそれでいいよと。どんな感じでもいいよっていう感じで、今回は柔らかいね、条件で出しておられたんですけど、前回のね、動画、困った、これトラックだろうかっていうやつね、あれはね、ほんまネタです。コムさんのね、困ってるよっていう、困ってないんですよ、ほんまはね、ごめんなさいね。このトラックでね、行こうという感じです。この、キットでね、行こうという感じで、ネタでやらせていただいたんです。実はね、コムさんね、これでね、以前作ったんですよ、動画でね。で、これで参加しよう思ってたんですよ。これもね、一応軽トラック、トラックなんで、はい、こんな感じでね、ちょっと見えにくいね、これまだあれやな、違う、ちょっとこの、こう近づけたら見えるやつやね、こうやってね、はい、こんな感じでね、サビつけたりとかね、こんな感じで、フェラーリの、ミゼットね、フェラーリ仕様のミゼットというよりか、フェラーリのメカさんがこんな感じでフェラーリの塗装して使ってくれたら楽しいやろうなっていう感じでね、作ったんです、コムさん、これ。こんな感じでね、はい、以前作ったんです。これ、その時ね、もうトラック祭りの話出てたんで、これで参加する気満々でこれ作ったんですよ、実はね。で、まあ、これで参加しますよっていう感じで言ってたんですけど、ね、まあ、いいんですけどね、コムさん的にはこれでもね。うん、十分かっこいいなと思ってるんで、こんな感じですね。見てください。はい、ね。なんですけど、だんだんね、もうね、あれ発表あってからね、ずいぶんとなりますよね。間空いてるんで、中にはね、もう熱が冷めてるでもないけど、ちょっとこう、ね、
もういいかなと思ってる方もらえるかもわからないんですけどね、あのぜひね参加してくださいね。はい、コムさんがこれ言う権限ないんですけどね、コムさんこれで参加しますのでね、ね、あのそうなんですよ、あのほんまはね、あのダンプかね、冷凍車っていうんかな、保冷車っていうんかな、あの四角いね、箱型のトラックあるじゃないですか、一般的な あれでちょっとデコトラっぽいやつで参加しよう思ったんですけど、うん、いいのあったんですけど思ったんですが、どうもなんで多分皆さんそんな感じなんやろうなと思ってね、でコムさんちょっとあのこっち方面も好きだったんで、 こういうやつね好きだったんで、やるんやったらこっちかなっていうのがあったんですよね。でまあこれ 見れば見るほどこれで参加したいなっていうふうに思い始めてね、あのこれで参加することにしたんで、ぜひね皆さんね、8月やったと思いますね、トラック祭りです、トラック祭り、はい、ご参加してくださいね皆さんね、まだね、はい、またゆくゆくまたそんな話、今日はねコムさん意外とねこの本番でねその話するのがあんまり苦手でね、下手なんでうまく話できないんですけど、はい、そんな感じで前回のあれはねネタでやりましたよっていうねあのことですのでね、あのご心配かけました、この人ほんま大丈夫なんかなって、ね、思ったと思うんですけど、はい、え、あの大丈夫ですよ、はい、ごめんなさいね、はい、ではね、この方はもう参加したいんですけど、おそらくこの方はもう参加しないと思います。で、もしかしたら参加するかもわからないですけどね、どういう形で参加するかわからないですけど、あのコムさんに何も異常がない限りはこれでね、参加させていただこうと思ってるんです。はい、なのでね、まあこれでやっていきたいと思います。はい、トラック祭りです。8月やったと思います。ぜひね、ご参加してください。またね、熱再燃してね、冷めた方はね、炎を、ちゅうかな、熱を上げてね、参加しようかっていう感じでね、また竹島さんの方でまた説明あると思うんですけど、そうしたらねまた再燃してくると思うんですけどね、今冷めてるとは言わないですよ、皆さん一生懸命作られてる方は作られてると思うんですけど、トラック祭りについてね、はい、あのだずいぶん間空いてるなーって小室さん的に思ったんでちょっとね、はい、勝手にねネタに使わせていただきました、トラック祭りのね、トラック祭りをネタに作っていただいた形なのかな、はい、今回、まあ続きやっていくんですが、だいぶ長い話になりましたけどね、ちょっと一旦止めましょう、はい、続きやっていこうと思うんですが、シャーシーの方ね、ですねの パーツね、だいたい一色なんですよね、ずっとね、エンジンのこれエンジンなんですけど、このエンジンがどうもシルバーと、でこの前のラジエーターの部分が、また同色になるみたいなんですけど、これはエンジンつけるんでまた別で塗装してここにつけるという形にしていこうかなと思います。とりあえずねこのここまでのねパーツを組み立てていきたいと思います。ねザクザクと組んでいったらね、ちょっと違うよという感じはあるかもわからないですけど、まあ、全体的なバランスというかね、そうやな、この車両がねどんな車両なんだっていうところまでね細かくまあね調べてるわけでもないんでね、インスト通りでとりあえず組んでいって塗り分けもしていってみたいなねやっていこうと思います。色はだいたいねパッと見も同色で塗装するみたいなのでね、はい、それでは、ちょっとパーツバラバラになってるんでちょっとどうやったかな、あこれかここやね、これ切っていきます。これが、まずね大きなパーツとして23番ね、これ切っていきます。これ切りながら処理しながらね組み立てていこうかなと思います。ちょっとねこれは切り離すねいらない部分です、これね、で処理して、これ注意やね、いるやつ間違って切ったら大変なんでこう切っていきます。で二度切りになったやつはまたね、切り戻すという感じで
やっていきますが、ちっちゃいな、かなりちっちゃいですね、これは。やっと切れました。どっか残ってる、これこっちか、全部切れたね。はい、これ切れました。で、ここがどうなんだろう、これいらないね、これはいらないやつね、はい、切ってからね、ああいるやつだって思ったらあかんのでね、確認しながらね切っていきます。よいしょ、ね、切ってもこんだけですよちっちゃいパーツね。あのコムさん、今12分の1のねフェラーリ 312T4 やってますが、あれはね、一つ部品パーツ切るとどんどんね、できるいうかな、大きいパーツが出来上がってくるんでなんですけども、まだ切るやつがある。切り取ります、カットオフ、これやね、これはほんま確認いるな、これカットオフらしいです。ここね、ここ切らんでもいいんじゃないのかなと思うんやけどね、また邪魔なんでしょうね、当たるんでしょうね、これは切らんでもね、なんちゅうかな、この車両のね、なんか部品やんかみたいな感じでいけそうな気はするんですけども、まずね、ゲート処理、まあ組み立てていくとは言いつつもね、ゲート処理、パーティングライン処理しながら行くので、結構ね時間かかると思います。これはね、はい、剥離せなあかんかもしれんな。どうだろう。小さいな。ほんまちっちゃいなこれ。ね、12分の1やってこれやったらほんまちっちゃく感じる。あ、そういうのもあったんですけどね、まあ、大きいのやってるからちっちゃいのっていうのもね、どっかにあったんですけどね、心のどっかに。まあトラック祭りの話したらね、これはまあ竹島さんのやる、催し物というかな、イベントなんで、クムさんがね、なんだかんだ言う権限は一切ないのでね、クムさんただただ参加者なんで、参加させてくださいっていう感じでね、行く感じなんで、なんですけど、何をまた、トラックね、そうそう、トラック祭りでトラックやるとしたらこれやなと思ってたんですよ。これのこういう車両のね、トラックのこういう車両のトラックの大きいやつで行ってもいいかなっていう風に最初思ったんですけど、ここのちっちゃいのがあるんで、あんまちっちゃいのでもいいかなっていうね、思ってたんですよね。ミゼットで、もうミゼット作った時点でね、ミゼットで行きたいなっていう風には思ってたんですけど、まあね、ミデットよりこっちの方が、いいかなって最終的にね、決断して、ね、買っちゃいました、これね。でもこれで参加しようかというんで、で前回動画でね、ちょっとああいうネタを、ね、普通にいつも通りね、はい、PAC-3 ね、自衛隊の、パトリオットのねトレーラーやっていきますみたいな感じでね、コムさんもね、始めれば何ら問題なくね、ご視聴いただく方もね、普通にね、入っていただけたと思うんですけど、ちょっとね、コムさん、ああいう感じでネタやりたいなって思い立ったんで、やっちゃったんでね、ちょっといいような感じでこの人は何考えてるんだっていう感じでね、入られた方も中にはね、おられると思います。はい、ね、そういうことで申し訳ないね、気を取り直していつもの通りにね、見ていただいたらいいかなと思います。こんな感じでやっていきますのでね、この辺ちょっと段差ねあるんで整えときます。これは段差というよりかあれやね、模様かな、ちょっとここは段差やね、パーティングラインっぽい感じだね。違うよ、そこはあれだよね、台だよっていうね、こう箱だよ、ここは、ね、今そのパーツ入れる箱っていうね、可能性もあるけど、はい、まあまあいいです、やっていきましょうか。
な感じでね、これはできた、予約できましたね、1つですね、はい、そしたら次ね、一個一個まあ切っていきますよ。ね、時間かかりますけどね、一緒にね作るのを楽しんでいくというかね、うん、楽しんでいくというかねというか、楽しんでいきましょう、一緒にね楽しんでいってくださいね、はい、ゆっくりね54番ね、54番、これは向きがね決まってるはずなんで、あの切り離しても間違わないとは思うんですけど、間違えた、もし間違えたらあかんのでね、その辺は注意しながらいきたいと思います。あとね、あのパーツ自体がねちっちゃいんで、あのバタバタ合わせてやるとビューンって落として、あのね小人さんがね持っていっちゃったっていうね状況、あよくあれですよね、やっぱり皆さんやっぱ同じ状況に陥るんだな、あのパーツなく落としてね見つからないっていうね、妖精とか小人さんとかね、妖怪とかね、いろいろありますけどね、ありますけどね、デコムさん見たことないんですけどね、はい、なんかそんな感じでよく聞くんでね、ここね削っていきます。これ今ここゲート処理ね、あのパーティングラインとゲート処理、この辺はもうほとんど見えないと思うんですけど、まあ、できるだけ綺麗にねしておきたいと思います。こういうパーツの周り全体的周りぐるっと一周ねパーティングライン必ずあるはずなんで、その辺をね処理していきたいと思います。こうやなね、なんていうかな、こういうねミリタリーもの大好きな方にとってはね、コムさんがやってるのはねちょっと歯がゆいというかイライラするかもわからないですけどね、その辺はねあったかい目で見てくださいね。コムさんもねしょっちゅうこれ作ってるわけないんで、このこういう系のやつね、はい、学習しながらね、学習しながらやっていこうと思ってるんで、よいしょ、まあ道理というかな、こうしていったらええやろなっていうのはね、コムさんなりにはやっぱ持ってるんですけど、一応持ってるんですけど、やっぱりねベテランの方がねやってるやつはやっぱりあれですよね、参考にやっぱりなりますよ ね、参考にっていうかな、もうほぼなんか極めておられる方とかおるからね、そういう感じのやつね、まあ、真似しよったってとてもできないですけど、ね、急にそんなねすごいものできるわけはないんですが、そこそこね楽しんでね、そこそこ自衛隊の車両になった絵かなみたいなね、こんなちっちゃくてもやっぱりあれかな、この辺は面取らなあかんとか、この辺は、もうちょっとこうだよみたいなやつあってパテやってって作っていかれるんかな、そんな方はどうなんやろう。コムさんもうこれで精一杯かな今のところ、うん、もっとねやり慣れたらねまた考えていくかな。次57番と7番、57番とこれね、57番これいつもみたいにね全部切りまーすってね切っていったらねいいんですけど、ね、全部切っても切るだけで終わっちゃうと思うんで、これと7番ね、ここにはないね、これにもないね7番ですよ、7番どれやねやろ、この辺かな、あ、これね、7番。よし。パーツの絵、ね、見たら一発で分かるんやろうけどね。もうこんなんね、あれです、接着していこうと思います。もうどんどん組み立ててね。今まあこれちょっとまだパーツ揃ってないんでね、処理してますけど。OK な、これやな。
ここはね、おそらくタイヤがね、ここに刺さってくるか、はまる部分なんで、長さもやっぱりちゃんとなってんと合わへんのやろうなと思いますね。で、ここにパーティングラインがある、これもね、当たったりしたら、あかんのやろうなと思います。で、あんまり削るとゆるゆるになっちゃうかもわからないんで、このね、今使ってるね、ヤスリはめっちゃ気に入ってるんですよ。平たいのもいけるし、丸いのもいけるし、細いとこもいけるしね、こう思うところに回転させるだけでね、フィットしていってくれるっていうね。あとは耐久性かな、これ100均のヤスリなんですけど、耐久性結構長持ちしてますけど、買ってから随分使ってるんで、やっぱりね、こう先っちょかな、こういうところがね、何か当てちゃうと傷んだりとかしやすいかなというのはありますけどね。このヤスリのね部分の、耐久性自体はだいぶ長持ちしてます。ずーっと使ってるんで、これうわー、これ結構あれやな、細かいな。このね、パーティングライン処理が結構な、作業のね今回ちょっとね、こうやってやりますけど、次回はあれやな、ちょっと考えようかな。これはちっちゃいんでね、どん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 やっていかんと、進んでるように思わないですよね。大きいパーツやったらね、どんバンバンってできていくんですけど、こんな感じで。よし、OK かな、できました。はい、ちょっとね、パーツ通ってきましたね。で、次51番、52番ね。51番、52番って言って、これ、こう切っていこう。この辺はね、もう一回切ってね、こう揃えときます。で、ここか。よいしょ。とおっしゃいましたね。はい、続きです。ちょっとね、59番、58番、ここ切ってね、今処理しておりますが、こんな感じでね、処理しております。ちょっとね、急ピッチでいこうかなと思います。急ピッチというか、まあ、急がんでもいいですね。急がんでもいいやろな。のんびり、ゆっくりと。これ自体もね、楽しんでるんでね、コムさんはね。別にバタバタとこれをやってしまいたいっていうわけでもないんでね。綺麗になるもんならいつまででもってことはないか。いつまででもやではちょっとしんどいかな。まあそこそこね、綺麗になるところまでね、一生懸命こうやってんのが楽しいんで。はい。まあ、ね。いいでしょう。見てる方ね、ちょっと退屈かもわかんないですけどね。もしあれだったら一緒にね、見ながら、コムさんの動画流しながらというか、こうやってね。一緒に作っていただけたらなと思います。で、これじゃないな、43番と40番、これ探すのもちょっとなかなかね。あ、66番あったんで、さっき66番切っとこうかな。シャフトの部分ね、結構複雑やな、折らないようにね。で、取れました。で、やっぱりね、パーツ細かいんで、落とさないように要注意でね、やっていただけたらなと。あ、やる方はですけどね、やっていったらいいかなと思います。パーツ40番のパーツ、これはあれやな、何番がどのランナーについてるかっていうのは瞬時にというかね、ある程度把握してないと、これか、ここやな。あ、違うな。これは100番台になってるな。40番、100番台やな。さっきのとこ、さっきのとこ50何番、40番台やったから、ここやな、やっぱり。え、何だよ、43。あ、これか、43。ちっちゃいな。これは見つけるのは大変だ。まあでもね、戦闘機とかもっと細かい
ね、パーツあるしね、他のプラモデルでもねあるんで、あ、40番これこれ40番これですよ、これ見えるかな、見えないちょっとアップしたらいいけどね、またあの画面動いちゃうんで、もうこのままいきますけど、こんなんね落としたらね、まあこれねなくても、仮にですよ、なかったらダメですけど、なくてもそんなに影響を及ぼすっていうことないと思うんです。覗き込んでまでこれ見ないと思うんでね、こんな細かいところ、うん、あ、これエンジンつけてからの話になるんだね。あ、違うのか、あ、違うな、あ、そうか、あ、違うな、違うね、やっぱやっとかなあかんね、これは、まあ、まあこうやってねできました。あとこれで、ね、ここで次の番がね、あのエンジンのとこなんですね。なんでエンジンはまた、ね、ちょっと色違うんで飛ばして、一回飛ばします。で、その他のね部分、もう一個パーツ、これラジエーターのパーツはエンジンにつくんでいいんですけど、どうしようかな、色塗るのは一緒やからな。とはいえね、この色のパーツほとんどなんだと思うんですよね。あっちのここら辺のパーツもね一緒なんで、多分拭くときはあの一緒に固めて拭くと思うんで、今ねこれとりあえず組み立てて一緒に塗るんでね、一個一個塗るんじゃなくて、あの一旦組み立てていきます今からね。で組み立てて、で そこそこ大きな塊なんか集まってきて、で細かいのと一緒に拭けるなっていう状況になった時に拭いていきます。中にね、このパーティングラインね、綺麗に拭っときます。よし、こんな感じね。そしたらね、今からちょっと組んでいきたいと思います。はい、そしたらね、まずこのパーツから組んでいきたいと思います。これね、これドッキングしていきます。向きね、間違わないように、この向きの、これがこうか、でここへ入っていくと、こうね、映ってるかな、こう切り込みっていうかね、うまくこう収まるようにはなってるんですけど、ちょんちょんね、つけて、こっちもつけて、ちょんとつけて、歪んでないようにね、まっすぐとつけときます。これ歪んでたらやっぱ合わへんやろな、パーツね、次のパーツか、でこれが、これもつけていきます。これがこっちがこれやな、で向き的にはこうね、はい、でここにね合わせ目、こことここにね、ここにしていくと、あっちだもんね、まあ、こんな感じですよ。こんな感じでじわじわとね、地道にこまこまとね、作り上げていきたいと思います。塗装してね、最後仕上がるところまで、こんな感じですよね。でこれがこう向きの、ここか、これ逆、こうね、ここがね半円状になってるね、ここが、ここね、ね、つけていきます。本来この辺のね、ね、見えないんであれなんですけど、この辺のね合わせ目というのかな、ね、ここら辺もこうパテかなんかでね埋めていきたいところではあるんでしょうけどね。よいしょ、なんかね、つ
そして次ね、次じゃあこれいこうかな。向きはこうで、これか、これかな、はい、これですね。これね、切り込みが入ってるんですよ。切り込みと突起というのかな、ここにね、こことここ、これをここに合わせていくんですが、ここね、こう合わせて合わせて接着すると、つけてしっかりと歪んでないように、ちょっと押さえていくと、でこっち、これもここに切り込みが入ってるんで、ここに合わせていくと。これは流し込みというよりか、あのね、タミヤセメントあたりの方がこうつけといて、ちょんちょんとやっていくのには、都合がいいかもわからないですね。まあ、作業早いのはこっちかなとは思いますが、でここもつけた。こう取り、あの溶接してるようなあたりはあれですよね、ちょっとこう軽くムニュ出るぐらいやったらね、そんな気にならないかもしれない ね、 ね、あんまり取ってつけたようにね、ムニュ出てたら変ですけど、見えない程度やったらね、溶接持ってあんのかなっていう感じにならないかなどうでしょうか。で、これにこうつけました。で、どれだ、こっちか、これないやつね、これ、これがこのままね、このままでこうね、ここについてこうね、合わさるようになってるんで、おお、おお、ギュッとはまっちゃうね。というか、あれかな、こういうやつっていうのは、ガンダム、ガンプラ好きな人っていうか、ガンプラやってた人はやっぱり得意でしょうか。こういうのってね、塗装の感じというね、組み立てていく感じというね、どうなんやろ。これはあくまでもコムさんのね、見解ですけども。そしたら52番、51番ということで、こう向きの矢印がこう向いて、ここと、ここにね、ダボ穴があって、ここに入れていく。これは、どうなんやろ。これちょっと後で接着した方がいいのかな。いけんのかな。後で接着した方が良さそうやな、これは。こうね、あ、でも接着しとかんと取れちゃうもんね、落ちちゃったら合わないもんね、まあ、一応こうしとこうか。で、こっちか、これが、前側から、こうめっちゃ分かりやすいな、こうですよね。これでもうやれやな、接着しても大丈夫かもしれないね。逆に接着した方が落ちなくていいやね。こうね。で、ギュッとつけとく。で、これをね、これ後でしようか。で、これが、こう向きやな。向きの説明はね、書いてくれてあるんですけど、
今コムさんそこまで見る余裕がないんで、ちょっと後でね確認したいと思います。これを入れてからよいしょ、これで OK かな。こう向けて、あ、ちゃうこう向けて、はっはー、なんかこうなんとなくですけど、こう角度があるんやな。もう一気に全部組んでいっちゃった方がいいかもしれないね。こう向き、こう向き、こんな感じかな。よし、そしたらこんな感じね、つきましたよ。ピンときてないか、ピンと、こっちがピンとこないんだよね、いつもね。こんな感じね、こんな感じ。はい、で、ここにこれがついてくるのか。あ、これでも角度が決まってくるのかな。これか。こうね。ちょっとこれピンセットで出るから見えないね。はい。どっちが先なんだろうっていうのは。これが先っぽいね。これが先っぽいね。これ。違う。ないね。後ろ。こんな感じです。見えるでしょうか。ここか。ね。はい、そしたら次これね。これは前後ろないのかな。あるのか。ここ。映ってるかな。ここね。微妙だ。あ、映ったね。ついてくれるんですよね。スイーツが。はい。こんな感じで、どこかな。もう一度こうかな。あ、ここね、来たね。はい。こんな感じ。これちょっとザラついてますけどね。ここもうちょっと綺麗にね、後でシャッとしたいと思います。固まったらね。まあね、つや消し塗装になっていくだろうから、まあ別にねいいんですけど、こんな感じですよ。これね、前のトラックの部分のね、シャーシですね。マナトントラクターシャーシということですよね。はい、そしたらこれ。これ。これが、またこうやね。うわ、なんか、なんとなくやけど、こんな感じでできてきたやんかっていうね。これがここ。違う。こうで、あ、ここか。これがここ。これここ入れるんやな。知ってる？手で打つやね。これね、ここへこう通すんですよ。下っかのこれをね、ここに。で、これをここ。ここにね、穴が、四角い穴があって、これ入れるね。で、
これがここいや分かるな、見えないですね全然。ここね、ここでさっきこれ止めた方がいいかもわからんね。ここへ入れる、ここ、あ、入った、入りました。ここ入った、見えたでしょうか。あ、ここね、ここ、ここ入りました。これさっきもう止めちゃいます、ここね、止めちゃおう。ちょっとね、あれ、こっちも持てるんだね、もう。あ、いけたね、まあいい、いいじゃんかっこええ、なんかこれだけでできた気がしてきた。よいしょ、でここちゃんちゃんと、なんかちょっと画面から外れがちですよね、ちっちゃいものが、ちっちゃいのとコムさんがね、画面から外れちゃうね。わあ、いいねいいね。これなんか物つけとかんでもこれつくんだろうか、それエンジン刺さるんだ。この、ここ、これね。こっちから見た方がいいかな。この、ここ、これ。ここにね、ラボあるでしょ。ここ、これにエンジン刺さるんですよ。エンジン、いや、もうシルバーに塗らんと刺せないんで。一応、こういうことですね。こういうことで。はい。ということで、今日はね、これだけです。これだけできました。ということでね。はい。終わっときたいと思いますが、キャビのこのね、ラナキと。えぐれたかないでね、二度切りします。ちょっと離したいとこから切って、切ないな、こうね切って、うん、なんか使えそう、もうしてねで、ここね二度切り、こうね、よいしょ。で、あとね、ここちょっとまだ出てるやつはね、後でまた処理しときます。あ、映ってるな、こうね、ちょっと今アップにしてるからあれか、ちょっと話そう。はい、というわけでね、今日はこれで終わっときたいと思いますけれども、またね、続きやっていきますのでね、よろしくお願いします、次回ね。で、コムさんのね、チャンネル登録の方もどしどしよろしくお願いします。前回動画、ちょっとね、コムさんね、ネタ的な感じで、あのボケかますというね、感じで、困ったシリーズみたいな感じでやりましたけどね、はい、大変失礼いたしました。はい、事情を分かっていただいている方はね、ちょっと、笑いの種ぐらいにはなってくれたかなとは思いますけどね、なってないかな。はい、全然知らない方はね、大変失礼いたしました。強引に行っちゃいましたからね、あれね。はい、で、これがね、トラック祭りがね、まだトラック祭りの 話になりますが、8月だと思うんですよ。コムさんももう一回確認せんとあかんのですけど、で、それまでにね、間に合わせたいんですけどね、それもあったんですね。間に合うかなって。今ね、もっと早くからね、これやるって決めればよかったんですけどね。その時決まってなかったね、ミデットで参加するつもりやったので、余裕かましてたというわけでもないんですけど、迷ってたというかな、これやっていくかどうかって迷ってたのもあるし、ギリギリですよね、タイミング的には間に合うかなどうかなっていうところなんですけど、間に合えばいいなと思っております。塗装して組み立てて、6月今入ったとこか、7、いけるでしょう。ただあれ、フェラーリも作っていかなあかんのでね、はい、作っていかなあかんというかね、あれも作りたいんでね、早くね、楽しくね、そんな感じです。はい。ということでね、はい、たまにね、コムさん、ああいうネタをね、挟み込むんで、はい、その辺はね、温かい目でね、見守ってくださいね。はい、それではね、大変、長い間ね、ご視聴ありがとうございました。今日はこれでね、終わっときたいと思います。何だっけまだ覚えてないね。自衛隊までは覚えてるね。自衛隊、パトリオットまでは覚えてるんですけどね。パトリオットパック3ね、発射機ということでね、やっていきましょう。ね、今日はこれで終わっておきたいと思います。それではまた次回お会いしましょう。お送りしたのはコムさんでした。では、さよなら。